心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ。何か食べられるものを見つけてくるから。ヨナ。何があっても。その本には触るんじゃないぞ。絶対に。いるんだ。キリがないぞ。ヨナには指一本触れたくない。守る。
ユナに近寄るな。Thank you.
大丈夫か？ヨナ。お兄ちゃんこそ大丈夫？あんな奴らなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー？ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方は。うん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べて。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ。ヨナ、いつも助けてもらってばかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください。誰か。ヨナ、じゃあ行ってくるよ。ヨナも一緒に行っちゃダメ。今日は狩りをすることになると思うからやめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてきてやるから。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。ヨナ、お兄ちゃんのことが大好きだよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。
遊びに。お兄ちゃん、今日もお仕事？たま。おはよう。おはよう、デボルさん。あんまり走ると転ぶよ。大丈夫。元気？ならよかった。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど。商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って。必ず役に立つわ。あ、ついでに依頼の人から薬草を3ちょうど切らしちゃった。はい、これ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけ、僕らみんな、うん、
ヨナ。ダメじゃないか。ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ、大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから。減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ。ヨナのためにも。羊の肉は集まったし、くそ、魔物がこんなところにも。魔物を放ってはおけない。村のみんなを、ヨナを守るんだ。魔物が村のこんな近くに現れるなんて。安心して狩りにも行けないな。
お店の人に肉を届けに行かないと。助かったよ。あとポポルさんにも。うん、伝えておくね。確かポポルさん、狩りへ出る前、また買いに来てくだ。いらっしゃい。毎度。狩りへ出る前には。買いに来てくの肉届く。あとよかったわ。薬草も助かったわ。今日のお仕事はこれでおしまいです。ありがとう。